で、これがまあリンクなんですけども、皆さんのイメージでは多分タン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 こういうイメージあると思うんですけど、今のうちにですねそのイメージは捨ててしまいましょう。はい、斜めの美学です。もう一回説明しますね。伸びます、左にこう杖をこう左にちょっと曲げて杖をかといってこれダメですよ。しっかり伸びた状態、胴体、ここは脇下は長く、よろしいでしょうか。そこから右に上半身を回転させていきますね、回転させて、そして、右、その回転につられて右足が後ろにバック、そして杖を、傾きをですね、左を上げる傾きに変えます。そしてですね、後ろの足でちょっと回転するような感じで、回転するような感じで左足を置きます。これで終わりです。これで終わり、これがリンク。はい、問題はですね、今ここで回転するような感じでっていうところをちょっとですね、自分でですねこうやってみてほしいです。このここを軸に回転する感じ、その感じが出たら分かると思います。ほんのちょっとしか実際は使わないんですけども、自分でシャドー練習されるときに、こういってここ足置いてこの状態でこの軸で回転するイメージ、そしてここに足を置いてリンクが完了するということです。実際はだからこれは回転しませんよ。ただ体の動きの中でそういう部分が、ここの部分があるよということをちょっと説明させていただきました。もう一度いきましょう。そうですね、上げてこうなんですね、こうなんですね、そこから右、なお左へと回転します、右へ回転しますんで、回転してその状態で右足がこう置かれます。そこから杖が変わって、杖がこっちに変わって左足が致し方なく置かれます。これで終わりです。だからタンゴだからといって膝を曲げるとかそういうイメージも全部捨ててください。こういうふうに、これはプロムナードポジションですけど、こういうふうに膝が曲がったり、こんな必要は全くないです。だからといって膝をピンと伸ばせと言ってるわけでもありません。踊ってる最中は全ての関節どの種目でも緩めとかないといけないというのは原則ありますが、わざわざ緩めろと言ってるわけでもありません。力を抜いて関節がフリーに動くようにしとけという意味ですね。で、タンゴのプロムナードポジションもワルツと一緒で、こういうふうに高く立ってください。高く立ってください。で、膝をわざわざ曲げる必要はありません。結局はワルツと同じようにこうプロムナードポジションに、こう なるということですよ。横並びですね。はい、その入り方ですね。右足を後ろにして左足を横に置くと、置かれるという言い方が正解です。はい、置かれるという言い方ですから、ここから、回転、右へ上半身が回って足が置かれる、こう置かれる、ね、そして今度は杖を変えることによってね、この時頭後ろ飛んで全然 OK なんでね、逆にここがこういうふうに動きますからね、こんなに大きくは動きませんけど、首の後ろはいつも回ってますから、はい、それで今度は杖が変わってここで回転がかかるような感じでこう置かれます。ですからポンポンとやるんじゃなくって、ちゃんと上半身を使って下半身を添えるような感じでやっていただければと思います。はい、今日は一応仕組みだけ説明して、そして自分でこの体の動きをしっかりとやっていただくということで、リンク1回目説明させていただきました。このリンクをしっかりやっておけばですね、タンゴのウォークとか他のフィガーにもですね、もうほとんどですねこれで解決できる部分がいっぱいありますんで、この動きをちょっとやっておいていただければと思います。はい、ちょっと長くなりましたが、ありがとうございました。よろしくお願いします。